はい、皆さんこんにちは。レクセニ講師弁理士の納富です。今日は2017年度の、弁理士試験の合格者対談ということで、私 の, あのクラスからの、1年合格者である、貞之さんに来ていただきました。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、では早速なんですけども、はい、いろいろとお話をちょっと聞かせていただきたいと思います。はい、で資格、弁理士というのはどちらかというと世の中ではそんなにメジャーなものではないと思うんですが、はい、まず弁理士を目指そうと思ったきっかけを聞かせていただけますか。はい、大学3年生の頃に著作権の授業を習、講義を受けて、その時に知的財産権というものの存在を知って、で大学では科学を専攻していたんですけれども、子どもの頃からずっと法律の世界はちょっと憧れていたので、で法律の知識と大学で学んだ科学の知識をどちらも活かせる知的財産権と弁理士っていうものに興味を持ち始めたという感じです。法律の世界っていうのは、その憧れてたっていうのはかっこいいなって感じだったんですか。そうですね、弁護士って結構テレビとかでもよくいたので、それはすごいかっこいいなと思ってたんですけど、弁理士ってどのタイミングで知ってました。多分その大学3年の頃の講義で自分で調べて、その知的財産権を扱う仕事として知ったのがきっかけです。そうですか。貞之さん若いから、最近の、大学だと割ともう、知財っていうのはメジャーになってますけどね。でも若い時に弁理士を目指そうと、されるっていうのはすごい早くから、そういうお仕事に就くのはすごくいいことですよね。資格も、いつでも取れるっては取れるんですけど、やっぱりその、弁理士人生が長い方がいろんな、挑戦ができるので良かったですね。では弁理士試験結構難しいと思うんですけども、予備校をですね、利用されること、実際多いじゃないですか。で、貞之さんの、始められる時にはいろいろ選択肢はあったと思うんですけど、レックをその中で選んでいただいた理由っていうのは、何なんでしょう。そうですね、インターネットで、とりあえず弁理士を目指すにはどういう予備校があるのかっていうのを調べて、ちょうど納富先生 の, ガイダンスがあったので、そこでちょっと行ってみようっていう形で行って、ここなら続けられそうだなと思ったので、そのままレックに進む、行くことに決めました。ガイダンスに、来ていただいたんですね。その時のテーマとか覚えてます？どんなお話だったか。テーマはちょっと1年合格の方ではなくて、担当のプライムというか11月かなんかにやってたガイダンスに行ったんですけど、でそこでなんとなくどういう勉強があるとか、どういう試験があるとか、そういうのを聞いて、大変そうだなと思いつつ、そうですね、いろんなところから時期はレクを始められるんですけど、やっぱり春から始められる方が一番多くて、春から始められる方は貞之さんに、うまくいけば1年合格っていう形を目指せる、コースなので、いろんなタイミングでいろんな話するんですけど、多分あれですね、もう勉強方法直結のガイダンスだったんですかね。そうですね、そうなんですね。これからいろいろとこう春に向けてもお仕事の話とかいろいろテーマによって話違うんで、これから勉強される方はいろんな話聞きに来ていただければいいなと思うんですけど、一番やっぱり大事なのは勉強方法ですよね。そうですね、では実際に学習を開始されてということは、なんか先取り受講とかされてました？それがちょっと大学の卒業と被ってたので、あまりそこに触れられなくって、もう入門講座の開講の5月から勉強を始めたって感じです。そうなんですね。そしたらその5月から始められて、先取りもなしにスタートされたわけじゃないですか。でそうすると、そのタイミングでこう勉強が始まって、カリキュラムがこう始まって、教材なんかも手にされたと思うんですけど、私 の, その 講義もそう含めてですね、そのレックのカリキュラムとか、そののってどういうふうに感じられました？そうですね、始まる前は、ちょっと法律全然わからなかったので、法律用語が並べられててもなんだかって思ってたんですけれども、納富先生は結構法律用語を噛み砕いて説明してくださったのと、あとは納富レシピとかの教材も、定義からちゃんと丁寧に書いてくださってたので、そんなに抵抗はなく入門講座に入れたなとは思っています。
まあ、ニューロン担当3回転学習法というのをレックのベーシックではねやってるわけですけども、はい、どの時期が一番大変でした？ニューロン担で何が一番大変だなと思いました？一番辛かったなと思ったのは、うんうん、あの担当の勉強ですね、うんうんうん、はい、やっぱりそうですかね、はい、うん、でまあその中で、まあ、うちのクラスだとあのスケジュールが毎週配布されてますよね、はい、今日ちょっと持ってきたんですけども、まあ、これちょっとね貞之さんのものではないですけどもこういったねスケジュールをあの毎週1枚、ね、配布してこう人によってこうカスタマイズして使ってたりするんですがこのスケジュールどうでした？ついていけてました？多かったので、うんうん、なかなかついてはいけなかったんですけど、うん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 、ただ今周りの受験生がどういうことをしているかとか、うんうんまあ、どれぐらいやっとけばいいのかとか、うん、そういうのの、まあ、目安にはすごく使いました、うんうんはい、全体的に何学期ぐらいだったらできそうできました？8学期ぐらいの分量はできたとかそれぐらいはできました？そうですね、頑張れば多分 80% ぐらいだったらできるかなっていう感じです。もともとねそのもう開校から本当にスタートっていう形でね、はい、されてますけど、はいまあ、その後ベーシックに合格ナビゲートゼミをつけられて、はいはい、でまあそのプラスアルファのところもねされてたと思うんですよね、はいはい、であとうちのクラスの中での論文のゼミとかも受講されてたわけですけど、はい、結構まあ週に、まあ、それでも3コマとかプラスゼミぐらいですかね、そうですね、うん、なった時にその大変じゃなかったですか？そのカリキュラムのこなし方っていうか、お仕事されてましたよね。はい、でそうするとそのなんだろう仕事との関係で、はい、出席率はでも高かったですよね。そうですね、はい。必ずいらっしゃってたイメージだったんですけど、はい、うん、時間の作り方とかすごい大変じゃなかったですか？そうですね。お仕事自体はちょっと特許事務所なので、うん、理解もあったので、うん、なるべくこう残業を減らしてもらうとか、うん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 、その負担なくできたっていうのがあったんですけれども、うん、やっぱり飲み会とかもありましたし、うん、もうなるべく通勤時間とかそういう隙間時間を作って勉強しようというように頑張ってました、ね、はい、何か具体的になんか特にまあこれからねこれ、はい、まあ多分見られてる受験生の方って担当試験にこれから向かっていく感じなんですけど、はいはい、担当の勉強って私は結構その電車の中でできることも多いなと思ってるんですが、はい、貞之さんが実際実践されてたなんか勉強法の中で、はい、電車の中とか、まあ、通勤時間とかで、まあ、これおすすめだよみたいなことってあります？そうですね、音声はやっぱり聞いてましたね、うん、満員電車であんまりこうテキストを開くとかそういうことができなかったので、うんうんうん、その代わり音声を聞いて集中して頭に入れてるっていう感じでした、うんうん、そうですね、私もそれすごいいいと思います、はい、うん、まあ、うちのクラスだと入門の中でね、こう音声データを2回聞くことっていうのをね毎回宿題っていう形にしてましたけども、まあ、それをね短期層になってもやってたってことなんですかね。短期層のところではそうでもなかったですか？短期層の時も、うん、短期層の授業を聞いてて、うんうん、入門の時は入門の時の音声を聞いてたっていう感じです、うんうんうん、まあ、耳からねずっと聞いてると、はい、なんか私の噛む位置とかもなんか覚えちゃってるみたいなことをよく言われるんですけど、はい、ね、なんかそういうところまでやっぱり聞き込んでいただけるとね、はい、中にこう結構定着していくんじゃないかなと私も思ってますけど、はい、じゃあですね、まあ、受験生活短いようでまあまあ長いじゃないですか、はいはい、ね、5月末でうちのクラスは開校遅いといえどもね、まあ、1年ぐらいあるわけなんですけど、はい、まあ、その中でそのモチベーションがやっぱり下がってしまう時期とか、はい、まあ、スランプとかってもあったと思うんですけど、はい、なんか工夫されたこととかありますか？工夫はモチベーションも知識量も本誌に一番頂点に持っていけばいいかなと思ってたんで、まあ、例えばまあ知識量がちょっと足りなくて東レの点数悪いなと思ってもまあいいやとあんまり点数気にせずにやっていたのであんまりこうスランプとかも気にせずやってたっていう感じです。結構あれですね、楽観的な感じですか？そうですね、あんまりこうなんかプレッシャーもなかったんで、うんうんうん、でもあれですね、受験向きですよね。そういう、そうかもしれないです、ね、まあね、そういう強い精神力というか、はい、ある程度こう柔らかい心がねやっぱり受験には必要ですからね、はい、うん、じゃあまあなんか息抜きとかも適当にやってました？息抜きは、うん、ほどほどに、まあ、ちょっとたまにドラマ見たりとか、うん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 、もう本当に勉強したくないっていう日はもう寝ちゃったりとか、うん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 、そういうのはしてました。
はい、じゃあ次に、ズバリ2017年ですね、一発で、見事合格されたわけですけども、合格の決め手になったのはズバリ何だと思いますか？はい、まずは家族とか職場とかそういう周りの理解があったということと、あとは1年合格ベーシックですと入門講座があるので、その一通りこう法医を学んでから、論文とか担当の勉強に進んでいくというのがすごく大きかったなと思います、そうですね、3回転学習法というのはレックのカリキュラムですごく売りになっているところなんですね。でやっぱり法律っていうのはこう木を見て森を見ずになってはいけないので、まずこう概要を勉強してから中身にこう入っていこうと。でしかもニューロンタンという論文を真ん中にこう組み込んでいるところにこうちょっと特徴があるんですけど、1年で合格される方っていうのは一番そこがネックになりやすいんですね。入門終わって、途中からちょっとこう並行して論基礎が始まるじゃないですか、で貞之さんの場合はその後になるかな、ちょっと重なるかな、論基礎と、年内 の、 そのうちのクラス限定のゼミに入られてましたよね、で年内の間に主にこう論文の勉強されて、年明けってされてました？論文の勉強ほぼしてなかったですね、そういう方結構多いんですけど、やっぱり年明けになるとだんだんやっぱ担当が不安になってきますからね、ちょっと論文お休みしてって形になるんですけど、その論文をどこまでやるのかとか、その本当に初学者で、特にね佐々木さんも理系の方ですけども、理系の方がそのこの、この論文を書いていくっていうそのハードさっていうかね、そういったところをうまく1年でこう調整されたのはすごいなと思うんですけども、論文の並行で何をなんか気をつけられたとかありますか？ですね、論文最初はもう本当に何を書けばいいかわからないっていう感じだったんですけれども、まずはもう答案構成を野富先生が書き方を教えてくださったので、もうその通りにやっていけば、その答案構成ができるし、あとは自然とだんだん答案も書けるようになるのかなと、結構それも楽観的に考えてたんですけど、あとはトーレの問題も、答案構成がちゃんとできてればいいやと思ってて、点数もあまり気にせずに、型とかそういうところ、記載量とかで、採点の添削の方に、指摘されたところを次までに直すっていうのを繰り返し繰り返しやっていったっていう感じです、そうですよね、初めからバーンとねかけて60点とか取れる人ほとんどいませんからね、で大体やっぱり1年目の方はそれにこう点数が上がらないことにこだわってしまって、で結果なんかこう担当の勉強がおろそかになっていてみたいなところがあるんですけど、貞之さんのその考え方が一番正解で、やっぱりその解けることと構成力さえつけておけば、あと知識量は担当の勉強がこう進んでいくにつれて増えてきますから、なんか終わった時に書かなきゃいけないことがどんどんその当時よりも増えてませんでした？直前期になるとね、自然とやっぱり知識がついてると、逆にこうあれ書きたいこれ書きたいみたいになるくらいなので、すごいいい考え方で、その割り切りがねやっぱりできたのも勝因の一つなのかなって思いましたね、で、年明けから担当の勉強に集中されて、で、担当が終わって、で担当試験受けた時どんな手応えでした？受けた時は、そうですね、条約とかが結構難しくて、もしかしたらちょっと足切りになるかなっていう不安もあって、ちょっとあんまり手応えがなくっていう感じで、でも十分な、点数でしたから、あれですけど、それでも手応えなかったですか？なかったですね、やったーっていう感じではなくて。そうなんですね、で翌日からでも勉強始められたんですよね、担当の翌日ガイダンスに行って、ちょっとこれから40日でどうしようっていうなって、ちょっとでもやっぱり担当の後なので、1週間遊ぼうと思ってちょっと遊んだんですけど、その後に、論文の直前の答練に受けた時に、もう全然書けなくなってて、そうですか、そうなんです、考え方に戻せなくて、でそれで、すごいショックを受けて、そこから焦って頑張ってやってました。直前答練とか公開模試とかね、いろいろアウトプットの機会あったじゃないですか、でそれ以外に、条約とかそういう特別なちょっとオプションとかね、つけられてたようですけど、40日もあっという間じゃなかったですか？本当にあっという間でした。ですよね、直前期すごい忙しくて考えてる暇もないぐらいですよね。そうですね、
点数的にどうだったですか、その時期の東蓮って。だんだんやっぱり勘取り戻していきました。そうですね、でもやっぱり60点に行くことはほとんどあんまりなかったんですけど、でも気にせずに優秀答案を見て、どれぐらいの人が優秀なのかっていうのを見つつ、その人の書き方を盗むっていうのに集中してました。まあ、いちいち、ね、もう落ち込んでる時期でもないんですけど、はい、今年だと、まあ、この趣旨もまあまあ出たじゃないですか、はい、やっぱり1年合格の方ってやっぱ趣旨とか判例っていうのがね、なかなか担当の勉強の中ではこうフィットしないところなので、はい、まあ、別にこうやらなきゃいけない、でそこが結構手薄になるっていう、まあ、こうところがあると思うんですけど、はい、すごい不安じゃなかったですか、その辺は。そうですね、うんうん、それこそ判例が書けなくて、うんうんうん、ごっそり点数を落とすとか、うんうんうん、そういうこともあって、うんうんうん、まあ、これからこんなにいっぱい覚えなきゃいけないのかっていうのはありましたね、うんうんうん、まあ、でも例えば今年だと外書の趣旨だとか、はい、割とその入門の中でこう割と音声を、ね、聞かれてたっていうことだったんですけど、はい、まあ、理解してればなんとかその応用力が効くっていうようなね、そうやっぱり入門が多分効いたんじゃないかなって私は思うんですけど、そうです、はい、ね、しっかりこう担当の勉強に集中されてる期間が長くても、その前のやっぱり、ね、3回転の1回転目の入門がきちんとね、はい、多分されてたんだと思うんですよね。でそれで、まあね、はい、うまく調整ができて、はい、最終合格もいけたんじゃないかなと思いますけどね、はい、まあ、選択科目が終わりだったじゃないですか、はい、どんな感じの勉強っていうか、そのスケジュール感としては年内が初めてとか、はい、どういうスケジュール感でやされてたんですか。それがもともと選択科目を、うん、願書出す時に決めるんですけど、うんうん、その時からもう必須科目が終わってから、うん、3週間で仕上げられる科目にしようっていうのを決めてて、じゃあ他にも選択の余地があったってことですか。 ありましたね。自分の専攻とは違う科目にして、うん、あえて挑んだんですけど、専門じゃなかったんですか。そうです。おー、はい、すごいですね、はい、それは下調べで、はい、例えばなんか過去問を見てたとか、そうです。それでまあこれこの辺りだといけるなみたいな感じの見方をしておいてって感じなんですよね。そうですね、はい、それって普通なんですか、その科学の方っていや多分そうでもないですかそうなんですね、はい、でまあその目論見通りにいった感じですか。そうですね、なんとか、うんうんうん、はい、間に合ったんですけど、まあ、文系の方だとね結構こう長期戦でされるんですよね、はい、3月くらいまで、まあ、週に1日2日ぐらいは、うん、まあ、民法の日とか作って、はい、でこう長期戦でポツポツやりながら直前3週間で、まあ、仕上げるみたいな感じなんですけど、はい、まあ、理系の方にもよるかもしれないですけど、やっぱり必須の方が重たいなって感じでした。そうですね、うんうん、まあ、選択は大学でも習ってるので、うんうん、テキストもあるし、うんうん、自分でレジュメも持っていたので、うんうん、あ、そうなんですね、大丈夫かなっていう感じ、まあ、若いですからね、大学出たてですもんね。そうですね、はい、そうですよね、はい、まあ、選択科目もね割の中で1年合格っていうのはやっぱすごいね、すごいなと思うんですけども、はい、まあ、これからですね、まあ、弁理士のまあ受験生たくさんまあいらっしゃるわけですよ。でこのまあ動画もね、はい、たくさんの方が見ていただいてると思うんですけども、はい、やっぱりこう短期合格するために、はい、これだけはやってみたいなことってあります。逆にこれはやらないでいいよみたいなのでもいいんですけど、失敗談とかでもいいです、はい、まあ、失敗されてないからそっちはないかもしれないですけどねそうですね、うんうん、あんまりまあ手を広げすぎないっていうのと、うんうんうん、あとはあんまりテキストをこういっぱい持っていると何をしたらいいか分からなくなってしまうので、うんうん、まあ、例えば担当の勉強ですと四法対象に全部条約条文情報を集約するとか、うんうん、そういうふうにどん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 この知識を入れておく、うん、なんですかね、まとめておくっていうのはすごく大事だなっていうのは思いました。そうですね、まあ、うちのクラスだと例えばN プロシートですね、あるわけですけども、N プロシートを、まあ、こうね、使いながら、まあ、条文の中でどの部分をね覚えなきゃいけないかとか、まあ、そういったようなことをこうまとめた表なんですが、まあ、こういったものを使いながら、まあ、条文にやっぱりこうね集中して条約を情報を集中化させるってことは確かに大事ですよね。はい、あれですか、几帳面な方ですか。あ、多分そうですね。あ、じゃあ条文も結構綺麗に仕上がってる感じでした、
書き込みとか色分けとか、まあ、書き込みは色分けとかはやってましたね。几帳面な感じでした、はい、でそれ仕上がったものって結構読み込みました、はい、そうですね、うんうん、直前期特に担当の直前期は、うん、もう本当に四方対称をゆっくり一つずつ読んでいくとか、うんうん、そういうのをやっていたので、うんうん、ちゃんとまとめといてよかったなと思いましたまあね、でもすごい優等生ですよね。なんかちゃんと考え方も割り切るところは割り切られてて、はい、そうなんかこうなんだろう、引きずっちゃいけないことはちゃんと引きずってないし、はいはい、うん、でね、条約条文にもちゃんとそういうふうに、ね、こう集約もできていて、で結構な、ね、パターンでこれあるあるなんですけど、はい、割と几帳面な方でその綺麗に仕上げた方っていうのは仕上げて満足してしまって、ね、もうなんか読み込まないみたいな方いらっしゃるんですよ、はい、でもちゃんとそこからがね本当は大事なので、はい、まあ、それが多分ね一発につながったんじゃないかなと思いますね。はい、ではまあ、これから弁理士試験を受験される方へ、はい、メッセージと、であと貞之さん自身の何か、はい、まあ、目標があればお聞かせいただけますか。はい、弁理士の試験は結構厳しい試験だし、うん、まあ、1年で運よく受かる人もいれば2年3年10年とかかる方もいるので、うん、なんかこう気張りせずに、うんうん、まあ、自分のペースも持ちつつ、うん、でも予備校の先生方も活用しつつやっていけば絶対に合格はできると思うので、うん、無理をせずに頑張っていけばいいかなと思います、うんうんうん、はい、貞之さんの何か目標というのは、はい、目標は、うん、まずは弁理士として自分でちゃんと仕事ができるように、うん、今も仕事を覚えるのに、うん、を頑張ろうと思っています、うんうん、あとはこれから海外への仕事も増えていくと思うので、うん、英語もともと好きでは好きであるんですけど、うんうん、これからもちょっと勉強を続けていかなきゃなとは思っています、うんうん、まあ、修行の中でね、はい、なんか唯一こうグローバルっていうかね、はい、弁理士は本当に英語使う機会も多いですし、はい、どんどんこうグローバルな仕事が、ね、できる環境であるので、まあ、好きだったらいいですね、はい、うん、どんどん活躍できると思いますし、はい、まだ若いので、はい、まあ、この先、ね、いろんなことに挑戦して、ね、素敵な弁理士さんになっていただきたいなと思ってます、はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。